の王ザハード、初めて塔に登った男、我々が暮らすこの王国を築いた偉大な王、そしてザハードから特別な恩恵を授けられた女たちをザハードの姫と呼ぶ。塔から集められた姫たちはザハードの実子ではなく、血のつながりはない。彼女たちがザハードの力を授かる際、あることを禁じられる。男女の交わり、そして子供を産むこと。それは彼女たちが受け継いだ力を広げないためだ。姫たちは王のショーケースに飾られた靴、美しいが誰も履くことはできない。だがごく稀に靴が自ら外に飛び出していくこともある。綺麗な宝石拾ったのね、小さなお姫様。あうるさい！重罪中の重罪よ。あんたを作って王に授かった力を勝手に広げるなんて罪だとはバカバカしい。そうでしょうね、何の苦労もしてないあんたにはわからないでしょうね。何の苦労もだと、ふざけるな。だってそうでしょ、ただアナク姉さんの子供に生まれたってだけで力を手に入れて、私はザハードの姫になるためにすごく努力したの。そうかよ、ご苦労さ。じゃあな、おばさん。助けて、落ちたら死んじゃう。あんなせお願い、たったくりのメインコ様。お前以外にも大勢おばはいる。いた、死ねえ。付き合いなさいよメイコちゃん。チコちゃん、はい、ゲーム終了。だいぶ上達しましたね。ありがとうございます。ロゼアールさんも。はい。では次、ヤルさん、グレーさん。はい。ヤルさん、コントロールはあれですが悪くないです。はい。では次、グレイさん。ラウレさん、うん、僕やっと風船に当たるようになりました。ラウレさんのおかげです。ラウレさんの？はい、少しコツを教えてもらったんです。おかしいと思いませんか、ラウレさん。神の水の操り方なんて知らなかったのに。ヨルさんの正体って何なんでしょう。私たちに何か隠してるんでしょうか。このままじゃテストに合格するのは。次、ホウさんどうぞ。はい。いくらなんでもランカーが鬼だなんて。相手の使える神の水は制限されているようだし、悪くない状況だろ。何かアイデアでもあるの？俺をチームのリーダーにするっていうなら教えてやる。はあ？んだこいつ。まあいいんじゃね。
どうせチームをまとめんのは東大森の仕事だ。もったいぶらずさっさと話せ。まずはおとりをまこう。で、俺がおとりか。それが創作者の仕事だろ。ほんとそんなポジションだぜ。頼むぞ、理論3。ああ。にしても残念だったな。ん？夜だよ。別のチームになっちまってさ。細かい点数は知らねえが、俺らが勝ったらおそらく。夜は脱落。知ってるよ。クールだな。あんなに仲良しだったのに。それが試験ってもんだろ。つうか、こんなおとり感丸出しだと捕まえに来ないんじゃないか。いや、来る。え？あいつはランカー。しかも見るからに負けず嫌い。必ず誘いに。おいおいおい、おとり作戦とは随分つまんねえことするな。俺様の弟子さんよ。マジで来た。ここで時間稼ぎして鬼を逃がすか。東大森についての勉強が足りねえな。東大ってのはな、神の水を操って空中に飛ばすんだよ。だから東大森の意識が途切れりゃてめえらの目が潰れる。あぶねえ。もう一人の東大森は鬼と一緒だろ。くそ、どこだ。一流の創作者に光は必要ない。チェックメイト。そんな、なぜここに東大が。悪いが、鬼はここだ。おとりをまいたのは俺を捕まえるためか。そんな俺がちょろく見えたか。だからあいつはダメなんです。切れて見境がなくなる。マジで気分悪いわ。